し。というか普通こんな時間に呼び出す？しかもサシとか何考えてんの。白窓か、やっぱメリケンサック必要だったかな。待ち合わせ場所のため池ってこれだよな。というか嘘で呼び出されて殺されて水場に捨てられる映画あったよな。一応呼び出されたメール転送した子は私に何かあった時の証拠。ごめん、そこまで驚かすつもりは。にしてもすごいジャンプ、異常な運動神経ね。設定上の伏線かしら。何を言ってるかよくわからないけど違うとだけは断言しときます。冗談よ、これ一緒に飲みましょう。日本の製造技術の粋を集めた驚異の喉越しノンアルコールビールと、平日の昼間から競輪場にたむろしてる大人たちに大人気の安い安いカップ酒。ああ、じゃあノンアルのロング缶の方を。車なんで。そう、あなたは先輩に安い安いカップ酒を飲ませる人なのね。いや、車だからって言ってんじゃないですか。めんどくさいなこの人は。それも冗談よ、カップ酒私が飲みたくて買ったんだし。よっ。ああ、っていうかなんかイメージ違いますね。すげえ大股開きで座ってるし。そう、バルでアクアパッツァとかつきながらチリワイン開けて、チリワインの価格を抑えてるのは生産地の労働者の非人道的なまでの低賃金とか、うんちく語る人かと思ってました。そんな話でワイン楽しめてたら心のどっかが壊れてるでしょう。一人飲みは8割方焼き鳥屋よ。私からしたら聞いたこともないパンのうんちくをブログにスラスラ書けるあなたの方がすごいわ。あれ、店長と店長代理が作ったデータベースの丸写しですよ。私がもともと知ってたパンの種類なんて北欧に並んでるので全部ですから。でしょうね。ちなみにそのデータベースほとんどテキストなのに16ギガあるんすよ。研究熱心でいいじゃない。いや、どう考えても病的ですよ。小田さん。はい。一つ聞きたいことがあるんだけど。はあ。焼き鳥を串から外して食べるのどう思う？